こんにちは、こまみでーす。はい、今回はですね、ツイッターで、涙メイクみたいな、韓国か中国でなんか流行ってるっぽい、こう、マジで涙が垂れてるみたいな感じのメイクをやっていきたいと思います。それでは、レッツラゴー。で、今回使っているカラコンは、エバーカラーワンデーの、クラシックチークってやつを使ってます。下地で使っていくのがこちらでございます。エチュードハウスエニークッションカラーコレクターラベンダーを使っていきます。まあベースメイクはいつもと同じなので、まああんま見なくて大丈夫だと思います。ひどくないこの人、本当に見なくて大丈夫。こういうとこ、ファンデーションはこちらを使っていきます。エチュードハウスダブルラスティングクッションニュートラルバニラを使っていう色を使っていきます。やっぱさ、中国とか韓国とかのさ、そのなんて言うんだろう、斬新なアイディアがすごいと思って、とても私涙をね流しているかのようにするメイク考えたことありました？泣いて、誰も。すげえなぁと思って。そしたら、フェイスパウダーを塗っていきます。ナーズのトランスルーセントクリスタルってやつを使っていきまーす。ちょっとツヤを一回殺しましょう。で、今、何月だっけな、今5月の25なんですけど、やっと私ね、なんかわかんないけど、鬼滅の刃を見始めまして。てか、妹と一緒になんか1話みたいなやつを見て、超かっけえと思って、あー、みんな言ってるやつなんかこれかと思って。全身呼吸だけなんだけど。いや、ほんとごめんなさい、バカにしてないです。ごめんなさい。じゃあ、ノーズシャドウやっていきまーす。キャンメイクシェーディングパウダー04番を使っていきまーす。雑音が入らないように窓を閉め切ってるんですよ。しかもここロフトみたいな、ロフトっていうのは何、3階の何、屋根のこの端っこの部分みたいな、この屋根のこの部分で、まあ狭いんですけど、もう暑いねここ、ほんまね。ノーシャドウするとき、この鼻汗をなんか筆につけてるみたいな感じ、すごい嫌な気持ちになる。憂鬱、まあ、この辺もなんか中国韓国系のメイクって、もやっぱノーズシャドウというか鼻がとても高い方が、美人な方がやってるイメージがちょっとあるので、ちょっといつもよりもねしっかりめにやります。この辺にもやってみたり、そしたらちょっと首と色の差が出ちゃうので、エイプリルスキーのマジックスノークリームっていう、もう絶対酸化を重ねているだろうっていう、めちゃめちゃね昔に買ったこの白くなるクリームをねお顔に塗っていきます。じゃあ首、腕太いなほんまに。もうインスタでね見ているね、この好み好みうざいな、この好みは本当に全部偽りなんですよ。本当に加工がすごいんよ。もうね、体の加工と顔の加工がもう半端じゃない。だから痩せりゃいいだろうって話なんですけど、食べ物ってうまいじゃないですか、マジで。で、超うまいからもう全然食べちゃうっていう。あ、そしたら首もちょっとペタペタしちゃうので、キャンメイクのトランスペアレントフィニッシュパウダー SA を塗っていきます。したら眉毛を描いていきます。キャンメイクミックスアイブロウゼルファンバー、やっぱ泣いてる風みたいな感じのことなので、ちょっと困り眉的な感じで描いていきたいと思います。真ん中の色を取ってやっていきたいと思います。まあちょっと眉尻から描かせていただいて、眉尻はね下の方を多めに描いていきたいと思います。したら眉頭のところはもうめっちゃ上に、上を足すイメージで、
はい、でまあぼかします。はい、一番上の濃い色を使ってちょっとハゲてる部分は描いていきます。はい、まあ、困り眉的な感じで仕上げたら、そしたらまあ眉マスカラはお好みで塗ってください。ちょっと一応塗っておきます。そしたらアイシャドウのベースにこちらを塗っていきます。クリオのプリズムエアシャドウスパークリング19番ベビーピンクを塗っていきます。こんな感じのやつを上下に塗っていきます。ちょっと広めにかも。そしたらこちらエチュードハウスのルックアットマイアイジュエルの OR203 番をまた上下に塗ってきます。今回アイシャドウはちょっと薄めな感じでねいきたいと思います。で最近ねあれにハマったんです。今更って感じかもしれないんですけど、あの粗品さんとせいやさんのやつなんだっけ、なんで人の名前出てくるのにさ、芸名じゃないコンビ名みたいなのが思い出せないの。やばい、鼻と鼻の下から汗が止まらない。やばい。 SOS 霜降りチューブをずっと見てます。さあね、エチュードハウスルックアットマイアイジュエルの BR416 番を下の目尻に塗っていきたいと思います。めっちゃね、粗品さんがイケメンすぎてやばい。本当にね、お笑い芸人さんを彼氏にしたいなってね、マジ最近思うんですよ。いや、面白い人とね、付き合った方がいい、絶対。あと、面白い人と結婚したいなって思いました。ちょっとこの同じ色をこの上まぶたの目頭側に、私はちょっと目が離れてるので。今日めっちゃ面白い出来事あって、今日めっちゃ天気いいんですよ。めっちゃ天気いいのに朝から目離れすぎ、可愛いと思ったことないみたいな感じでアンチコメントが来て、いやこんな天気いい日何やってんのと思っちゃって、いや別に違う、なんかこれを言ったらまたちょっとなんか炎上みたいになりそうですけど、いやめっちゃ今日天気いいのに嫌いなねえこんな人のことをコメントしなくていいのにと思っちゃって、めっちゃ天気いいよと思っちゃって。以上です。そしたらケイトのダブルラインエキスパートで涙袋の影を描いていきます。涙袋はね、影というよりももう線で描いちゃっていいんじゃないかっていう思いになってきましたね。一応ぼかさないとなんか変らしいのでぼかしますけど、そしたら二重の延長を描いていきます。そしたらビューラーをしていきます。資生堂のビューラーで、そしたらキャンメイクのクイックラッシュカーラー BK を使って、これはねカールキープの下地としてね使っていきます。マスカラを塗るときはね、特にねアイシャドウが薄いとまぶたにねマスカラついたときにねマジでめっちゃなるので、こんぐらいで、こんぐらいでマスカラをするようにしましょう。でほんまに粗品さんめっちゃかっこいいの、本当に人がいいんだろうなっていう感じがもうめちゃくちゃするんですね。あとね関西弁でね優しいのがねめちゃくちゃね好き、本当にね化粧してる時の女の人の顔って
文字えぐいですよ。見てる男性は少ないと思いますが、こんな顔してるんですよね。ほんまに汗止まんないんだけど、えぐっ、マジはっ、ふざけんなよ。最近もう夜は寒いのに昼は暑いし、本当にやってきます。閉めます。 YouTube ってこんな大変なの？こんな暑いのこれやめていくの？まあ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 、よしね、結婚するなら絶対英語喋れる人がいいんですよ。あと国際免許持ってる方がよくて、何言ってんだよブスみたいな、これ以上カメラに近づくなんて思ってる方いるかもしれないんですけど、ほんますいませんね。あの絶対あの新婚旅行海外行きたくて、そこでペラペラ喋っている彼を見たい。ご飯になるかも。ご飯ですよ。はい、ご飯ですね。じゃこのマスカラのキープのベースが濡れたところで一回私ご飯に食べていきたいと思います。はい、ただいまということでね、はい、引き続きやっていきたいと思います。はい、アイライナーはこちらですね、キャットボンディタトゥーライナーマッドマックスブラウンを使っていきます。気持ち薄子な感じで、てかマジばあちゃんが作るうどんがマジうめえの。本当にばあちゃんって天才。ばあちゃんがいるよっていう方はいると思うんですけど、ほぼの人が絶対ばあちゃんにいろんなね、あの人生においての知識をね聞いといた方がいいと思います。もうばあちゃんってマジで神だから。本当に、ではマスカラを塗っていきます。ランコムのやつ、もうこれのブラシがめっちゃ細いおかげで、まつげがちゃんとなんか溶かれるような、溶かれてるイエーイかのような感じで、あのなってくれるのでとても好きですね。何個もいますから。自粛期間中にあの本当にね、妹のこと大好きになっちゃって、もうね可愛くてしょうがないんですよ私の妹。あのわし三姉妹でお姉ちゃんとわし妹なんですけど、ちっちゃい頃はねもうね本当にね妹うざい、お姉ちゃん好きみたいな感じだったんですけど、今はもうねお姉ちゃんはもう都内で就職してるので全然会えてなくて、今はねもうお父さんお母さん妹わしでね、もう4人家族かのようにあたかも過ごしてるんですけど、ほんとね妹がねバイトに行っちゃったら悲しいんですよ。妹がいなきゃね何もできない。大好きだから溺愛溺愛。そしたらホットビューラーをしていきます。ホットビューラー持ってないと絶対買った方がいいですよ。そう、今ね妹とめっちゃハマってるあの遊びがあって、ベロがもうベロ回ってない人みたいな感じの喋り方をする遊びにハマってて、全然あの違う、あの悪意はないんです。ぜひ叩かないでいただけると嬉しいんですけども、なんか好きな食べ物は何ですか？あ、好きな食べ物ですか？まあ焼肉は好きですねみたいな感じのゲームにハマってましてね、わしら二人は。いきなり始まるからそういう茶番、本当にもう面白くて大好き。見づらかったですよね。ちょっと今ブスが近づいてきたと思われた方いると思うんですけど、ちょっと見やすいために近寄ってますのでね。なんかこういうまつげくっついちゃってるよみたいな時は、こういう百均とかに売ってるね汚ねえなまつげコームみたいなのがあるんですけども、そういうのでね引き離してあげて、こうやってあげるといいかなと思います。そしたらピーク塗っていきます。マジこれ大好きなんです。この色マジで可愛くてお気になんですけど、3CE フェイスブラッシュローズ、ハッシュタグローズベージュっていう色を塗っていきます。ちょっと取っといただいて、この辺ちょっと落としていただいて、でまあ、あのもう最近マジ目の下にやるのやめたんですよ。で
この下ら辺にこう外に向けるように、この色がなんともなんとも良くないですか、この色が。じゃあこの鼻のこの辺もまあ気持ちをね、気持ちを塗って、あ、そうじゃん、泣いてるってことは鼻赤いから、もういつもよりもちょっとこう多めに塗って、まあ顎にも塗って、ちょっと統一感、この辺も塗ってきましょうか統一感を出していただいて、リップはこちらを塗っていきたいと思います。キャンメイクリップティントマット04番を塗っていきます。塗っていきます。こちらね、ファンの方からいただきましてありがとうございます。この色めちゃくちゃ可愛いんですよ。これは全体的に、まあ、指でポンポンするので適当に塗っていただいて、まんましたらオーバーリップになるようにね、広げていきます。そしたらちょっと唇だけなんか浮き出てる感じがするので、この 3CE のね、なんだろう、これゴーイングなんとかみたいな感じのこのマットになるリップを上から重ねていきたいと思います。そしたらこちらのハピオちゃんからいただいたディオールのね、アディクトステラーグロス629番ミラードっていう色をね塗っていきます。まあ部分的にこの上のこのここ、こうツヤを持たせたいので、あとこの下唇の中心になります。そしたらシャネルのこちらのハイライトを塗っていきます。スティックのやつ、バームエッセンシャルスクラッピングってやつを使っていきます。これ鼻先、この鼻のこの辺だけ、よし、この辺がすごいへこんでるんですよ、この、わかります、この辺、この辺がバリへこんでるんで、この辺を、あとは頬骨上ら辺、ちょっとこの目指すやつ、この辺、顎ですね。来ました、最後のこちら 3CE の3CE だ、アイシーダブルダンカーを使っていきます。黒目の下に、まあ、乗せますね。まず塗りましたらここから流していきます。めっちゃ可愛くね、泣いてる。ちょっと左右非対称なのがいいかななんてね、見えづらい、とても。はい、というわけでね、完成いたしました。いかがでしょうか。泣いてます、この通り、ま、イベントだったりコンサートとかをこれから行くよって方はぜひやってみて、いかがやってみてはいかがでしょうか。あとね、友達とね映えるためにもこうやったりして、ま、写真撮ってインスタ投稿してバズっちゃいみたいな感じで思ってますね、私は。はい、で、あのね、ちょっとポイントがあって、ポイントというか、マジこれ、本当にピエンみたいな状況なんですけど、もう、見ての通りね、鎖骨が皆無なわけです、私。そんな時にはね、あの、これがマジでおすすめ、この MAC のエクストラディメンションスキンフィニッシュショーゴールドっていうね、ハイライトがあるんですけど、ちょっと、わかるかな？なんかね、ちょっとピンク色っぽい、ハイライトになってるので、ちょっと、これでね、少しでも、鎖骨がもう綺麗に見えたらね、嬉しいなという思いでございます。ということでね、この動画いかがでしたでしょうか。少しでも参考になるところはあれば嬉しいなと思います。ということで、この動画が1ミリでもいいなと思っていただけましたらグッドボタン、2ミリでもいいなと思っていただけましたらチャンネル登録、3ミリでもいいなと思っていただけましたらコメントの方よろしくお願いいたしますはい、ということでコンビでした。バイバイ。